こんにちは、ハイジーです。今日は奥さんがとにかくお肉が食べたい気分とのことで、いきなりステーキさんにやってまいりました。なんとここはランチメニューとして結構な量のステーキをお安く食べられるということで、意気揚々と乗り込んだわけでございますが、入店待ちのお客さんが多すぎてあえなく断念。お肉の気分を抑えきれずに街を徘徊し、見つけたのがこちら、肉ダイニング鉄しげさん。メニューが写真じゃなくて絵というところが手間をかけてる感じがして非常に良かったのではございますが、ここもなんと入店待ちのお客さんが多くて断念。この頃には僕の方にもだいぶお肉をがっつり食べたいテンションが伝染していたわけでございますが、奥さんがそれならこれを食べようよと言い出したのが、なんとケンタッキーの月見ツイスター。ケンタッキーとかのメニューは絵じゃなくて写真でいいんじゃないのかな、ほら他のは写真じゃん、なんでこれだけ絵なのってことになったのですが、気になったので入店してみました。チキンのセットを注文しようとしても、奥さんがどうしても月見ツイスターを食べてみてほしいというので、とりあえず1本注文。奥さんは月見ツイスターだけを2本注文しておりました。どんだけ好きなんだろうね。そこまで推薦されたらさすがに中身が気になるということで開封してみますと、おっとこれはブリトーのようなものなのでしょうか。そこにチキンと半熟卵が覗いております。この美味しそうな見た目にさすがにニヤニヤが止まらない状態で、チキンツイスターを食う。ちょっと待って、俺ってこんなに首筋に線入るんだ。こういうのを見て初めて自分で気づくことってあるよね。こんな筋入ってたんだね。ちょっと気になるなこれ。あ、そうだったんだ。まだ月見届いてないけど、でもうまい。サクサクで甘辛いタレだけど、お肉の質感とかない感じで、なんかレビューしてるみたいだけど筋が気になるな。うわ、また食べた。筋出て、手で隠れちゃった。ちゃんと見たいな。もうみんなもなるのかな、こういうの。確かに美味しいって食べ応えもある。あ、食べた。筋見えない。手で隠してる。手品みたいに手で隠してる。まあ、いや今日はもうどうでもいいや。ちゃんとこれが美味しいんだから、美味しいっていう感想を伝えなきゃダメだね。ごめんなさい皆さん、本当すいません。ほらこの月見の感じもとろっとしてて食べ応えがあって、本当おすすめです。これ安いしお腹にたまるし、相当いいメニューですね。あれ食べ、あれ筋出ない。いや筋出ないとかじゃなくて、もう筋とか以前に顎だな。もうこれ顎の長さとこのヒゲの汚さよ、そこまず気にしろや俺。それでは最後に、奥さんがどれだけこの月見ツイスターが好きなのかを知るためにした質問と、その答えをどうぞ。何個まで食えるこれ。4、5個もいけるよ。お茶味しないで。何それ。僕の筋と一緒でみんないろんなことを気にしてるんですね。